さあ、ケンちゃん、今日は、まあ、急に船乗れ言うたけど、はい、同じ大島の潜水漁に、まあ、密着します。でこれからね、この能島という島なんやけど、このそばを潜ってもらいます。で吉安くんが入っとる間に僕も一緒に入って、まあ、どんなものが獲物が取れるのか、まあ、取材させてもらいたいと思います。どう？いや、かっこええって。ケンちゃん、俺は、ね、いつもボンベ背負って入ると思うんやけど、はい、この漁業はね、コースあるやん。これで潜水譜って言って、潜った人にエアーを送ります。空気を送ります。あ、船から送るんですか。これ繋がってるんよ。一人じゃもちろんね、潜ってる人一人じゃ操業できんから、こうやって上に一人、必ず一人か二人かね、大体。まあ大抵一人か、まあ二人くらいやね。まあ二人、まあ一人か二人、まあこのご兄弟でやると思うけど、僕のご兄弟の場合は二人でやります。まあ潜ってる人ね、まあこれから僕が入って取材するんで、まあ、とりあえず置いといて、この上の人、上の人、これね、案外大変。そうなんですか。もちろんね、潜って撮るのはもちろん大変だけど、だけどこのね、上一人で操船しながらやるっていうのはめっちゃ大変で、潜ってるので、まあ、危険を伴うっていうのはケンちゃんもね、分かってると思う。はい。で、その危険リスクはもうこれ一本だ。なるほど。もうこれが命取り、もうまさに命取りだ。これを操りながら、エアーを送りながら、なおかつあの船を操船せずしなきゃいけない。もうめちゃくちゃ風のない風やから潮が速いんやけど、あ、潮速いなら、まあ、風もある日もある、波ある日もある。そういう中であの大海さんのあのマウス、あのエアーの状況だけを頼りにしながら、あ、操船する。プレッシャーすごいですね。大陸はもう慣れてるから、あ、まあ、なんでもないと思うけど。でこれでずっと獲物を取っていったら、もう本当に半日一日ずっと、そんなにずっと本当に長い人はっていう、まあこういう量ですわ。はい、ということで、もう一番気になるのはそこやと思うんで、はい、はい、どんな獲物が取れるか、まあ、早速行ってみたいと思います。はい、さっきの吉安くんはかっこいいって言ったけど、どうすか、これはヘンテコっすか。ヘンテコ、この島にしましまが気になります。ケンちゃん、はい、かなりヘンテコになったよ。いや、似合ってますよ。いじっとるな。さて、それでは潜水漁の様子をご覧ください。先ほども言ったように、船と潜水譜はこのですね、ホースによってつながってます。さあ、使用しているこのホース、珍しいものでは実はなくて、まあ一般的な家庭でよく使用されているですね、あのコンロの近くのオレンジのホースあるじゃないですか。あれと全く一緒の、まあいわゆる高圧ホースを使用してます。海から船を見た絵はこんな感じですね。こんな感じで漁を行っています。ほんで、そのですね、ホースに青いビニールテープで電線ですね、線を這わせています。その線と、あとはね、フロートによって少しこのホースが浮くように、まあ、してあるということですね。ここで、潜りさんってね、僕たちは言うんですけれども、潜水譜が見えてきました。何やらですね、まあ、何やらって言っても当たり前ですけれども、下を見ながら獲物を探してます。もう左手のすがるっていうんですけど、網の中には獲物が入ってるんじゃないでしょうか。さあ、おそらくですね、船の上、ケンちゃんと大元くんがいますけれども、多分無言です。まあ無言のままね、僕たちを見守っていることと思います。さあ、兄貴のですね、吉安くんは、岩の隙間を覗くような感じで獲物を探します。さて、今潜っている場所はざっくり水深ですね、4メートルぐらいだと思うんですけれども、ここからカメラを左に向けると崖みたいになってね、ここから10メートル、15メートルとなってるんじゃないでしょうか。普段ね、僕ここを漁することないんで、ちょっとね、その詳しい水深についてはね、分かりかねるんですけれども、まあ10メートルはね、余裕であるでしょうね。さあ、一方、僕たちを見守っている船の上部隊はどんな感じでしょうか。気まずい。僕いなくてよかったですね。はい、ということで、作業を進めていきましょう。あ、ここでですね、兄貴の吉安くんが何か発見しました。岩の間に鍵を入れると、はい、サザエですね。
僕の動画でも何回も出てきてると思いますけれども、この潜水量における、まあ、メインのターゲットと言っていいでしょう。サザエが取れました。まあ、サザエは日本各地、全国で取れると思いますけれども、この、瀬戸内海においてもたくさん取れます。さあ、そしてね、また岩の隙間をツンツンとやって、何かね、引っ掛けようとはしたみたいなんですけれども、取ることができませんでした。後から聞くとね、ちっちゃいタコがいたそうですね。ゲットならずですね。さあ、今度の岩の隙間には何がいるんでしょう。ムラサキウニですね、をかき分けながら取ったのは、はい、これまたね、サザエでした。まあ、サザエはですね、昼間、明るいうちは岩の隙間なんか暗いところにですね、隠れて、で、夜になると割と人間の目につきやすい石の上の方なんかに出てきて、海藻類ですね、を、食べるそうです。さて、サザエがメインですけれども、サザエだけではございません。ちょっとですね、わかりづらいんですけれども、瀬戸貝という貝を取ってます。瀬戸貝という貝です。一般的には「イガイ」と呼ばれる貝だそうです。真っ黒な貝ですね。確かムール貝と同じ種類の貝だったと思います。さて、ここでね、潜水夫の吉安くんが上に上がるぞという合図を出されました。この場所めちゃくちゃですね、潮が速くて、この潜水量は潮が速いと、まあ、めちゃくちゃ危険を伴いますし、まず獲物を捕獲することもままならないような状況になるので、早めに帰還いたします。そしてね、潜水量をする船には、まあ、必ずと言っていいほどこういうね、はしごが備え付けられてます。足ひれを上手にかわしながら慣れてますね。このはしごを登っていって、潜水量は一旦終わります。すごいですね、この一瞬で。一瞬で30分だけ切り取らして漁を撮影させてもらったんやけど、はい、本当はもう半日とか、もう1日とか5分回しでやるような漁師さんもおるんで、8時間ぐらい潜り続ける、考えられないですね。でこれからこの、まあ、近くですね、広島水軍っていう漁師さんが経営しとるようなんて言ったらいいかな、この宮久保漁協さんが経営しとる新鮮な魚介類が食べれるとこあるんで、これから食べるんで、めっちゃ楽しみ、楽しみやな。うまいもん詳しくもらいましょう。はい、はい、さあ、僕とケンはこれにてちょっと一旦下車というか下船ですね、いたしまして、まだね、ご兄弟は行かれるそうです。まあ、この潜水漁業はですね、この島において結構盛んにやられてる方だと思いますね。どうでした？めっちゃかっこよかったです。かっこいいな。あのお兄さん、よしやすくんな。やっぱ体一つでなんか仕事をするってかっこいい。めっちゃかっこいい。潜りたくなります。まあ、いつかね、潜れるようになればいいと思うんで。はい。ということで、ちょっと撤収しますか。お邪魔になるんで。さあ、また船に乗ってこい言われ。はい。まだ二人で潜る準備してるんですけど。まあ、さっきはね、サザエ撮る映像をお届けしたんですけど、もっとうまいもん。もっとうまいもん。撮りましょう。酒もう言っちゃうと。はい。はい、ということで、お酒をね、熟成させてるんで、何ヶ月ですかね、1年沈めてるそうなんで、ちょっとまあ調査というか引き上げるんですよ。あ、引き上げ、何本引き上げますか？500本ぐらい。500本引き上げすから撮影したいと思います。吉安さん、水深は2、3メートルですか？2、3メートル。そうでしょ。10何メートルですか？18ぐらいかな。18。今は大丈夫ですかね、これ軽装備ですけど、カッパみたいな。ここ取るよ。さあ、それでは今度はもっと深い水深18メートルの海に行きましょう。海底はこんな感じです。まあ、こんな感じといってもね、ちょっと薄暗いですし、分かりづらいかもしれませんけれども、この吉安くんの下に鉄の枠があります。で、その鉄の枠の中にお酒を、この枠の中を100本ほど収納してます。で、ロープを左手で引っ張って合図を送ると、船の上からはこのワイヤーを使ってお酒を引き上げます。その合図に気づいた船の上の人たちがウインチを使って、でこの鉄の枠ごとお酒を引き上げます。なんか神秘的な絵ですよね。天然のワインセラーとでも言いましょうか。水深18メートル、冷たい海の中で熟成されたお酒は、どんな味なんでしょう。この後ね、ケンと共に飲むのでお楽しみなさってください。
深いね。30秒じゃついてないと思う。1分くらい、ずっと他に上がって着替えて、はい、お酒飲みましょうか。出来やばい、ほら。これが何ですか、日本酒。これ梅酒。あ、これ梅酒やの。透き通ったろ。そうですね、あの劣化したら濁っちゃうんですか。黄色なんけど、フジツボがあんまりついてないが、やっぱ深いとこで。ああ、浅ければ浅いほどフジツボはつくんやけど、深いけんあんまりつかん。うん、だけどお酒の熟成には深い方が適しとるけん、やっぱ深いとこ入れてますか。で、梅酒と日本酒。日本酒わかりました。さあ、てんちゃん、いろんな船があるやん。はい。何の漁業に使う船かわかる。この船ですか。一番のヒントこれ。何の量に使う船かっていう問題を出して。一番のヒントこれ。これ、何ですかこれ。何ですか。あ、なんかこの穴がヒントです。穴はヒントっちゃヒントな。養殖したのをあげる船ですか。あ、正解です。これは、ここからイワシとかの冷凍の餌入れて、あ、まあ、いろんなエキスとか入れて、でここから練って抽出して、モイストペレットとか入れて、それを養殖の餌にあげる。どうも京都で勉強になりました。勉強になります。ご飯食べようということで、はい、まあ、サザエももちろん食べるんやけど、サザエとね、マダイをここでなんかめちゃくちゃこれから美味しいものを食べさせてくれるそうなん で、そのマダイがね、ちょうど今マダイ 今来たんですか。これが今帰ってきたんで、ちょっと次のマダイ、はい、うん、見てみましょう、はい、一本釣りのマダイやからね。え、釣りで釣ってるんですか。釣りで釣ってる。まあ、いろんなその漁法とかでそれはタイ取るけど、一番新鮮で息が良くて美味しいのは一本釣り。はい、サンキュー。はい、でこれをタタタと走っていて、あそこの施設の水槽に入れると。はい、直送。直送やな。本当直送や。本当の直送ですね。もう即閉めるお客さんに提供するという。でもここにある併設されてる、まあ、レストランがあるんやけど、ここでいただくと食べますか。はい、ケンちゃん、はい、あっちゅう間にドーンと取っとって、ドーンドーン。見栄えやばいなこれ。見栄えすごいやばいねこれ。さっき取ったやつやで、さっき、あの吉安くん。あ、あれですか。そうよ、あれで、これ服もな、これ着とけ言って。のしますいぐん見える。のします、はいぐん、これ着て宣伝しとけ。宮久保、はい、ここ宮久保町いうとこなんでね。でケンちゃん、俺なもう一つ言わないかんことがあるね。はい、着替えてなんかわかる。パンツがないです。お前何したんだ。ノーパンやねん。ノーパンでいただきたいと思います。多分うずらの卵、ま、いいっすね。全然うまいこと取れへんな。はい、難しそうですね。怒られるな、うまい一番に。聞こえるやろ。聞こえます。ゴリゴリ。あ、運営長めちゃくちゃうまいっす。エンノットマダイ丼ゴリゴリ。あ、あれですか。エンノットマダイ丼。テンノットっていうのは恐竜がテンノット。テンノットマダイいうことでこれ売り出すってことですか。はい、今これ今日から今日から、今日っていうのは撮影日から。じゃあお客さん、これ見てくださった方は来ればあるってことですか。ケンちゃん、これ、いや、すごい見栄えが。見栄えやばいですね。ポスター持ってくるわ。ポスター持ってくるそうです。ネーミングセンスすごいですね。すごいな。こんなにタイが乗ってるタイ見たことないです。でも撮影用にちょっと多く持ってる説あるから。その可能性ありますね。運営長、本当にこれこれだけ乗ったんですか。撮影用じゃなくて。当たり前よ。本当ですか。それが聞きたかったんですよ。本当お客さんが来て。こんなになかったやないかって言われたらいかんので、1枚ぐらい少ないかもわからない。少ないかもしれないけど、まあ少なかっても1枚。わかりました、ありがとうございます。で今から食べるんですけど、はい、喉乾いた。吉安くん、お酒あるんですか。これが日本酒。日本酒、はい、からの泳いだ後の喉に日本酒をぶち込みますわ。水分補給、日本酒。器、器にも上って書いてる。これなんか意味があるんですか。これ村上水軍のマーク。ああ、だからまあ村上、あ、これで、あ、これで、これでの。なんか昔、ありがとうございます、すいません。いただきます。いいよ。なんか、喉が潤わん。喉が潤わん。まあ1年つけとんですよね。1年。どんな感じで変わるんでしたっけ。
酒飲まんけんちょっとわからんね酒飲む方、上以上で上以上酒がどこに変わるんかって、酒飲まんもん言うたってわからんから、あ、元の方が入ったから。さあ1年間1年つけた正房、あのね、正直言うたかば、うん、あの辛みは強いんよ。これ酒度かなんぼかわからんねんけど、酒度言うてお酒の度数の分の辛さがあるんやけど、酒度かわからんねんけど、辛みはあるけど大概まろやかにはなっとる。辛口やろこれ。辛口。辛口やろ。もうすぐわかる辛口わけ。高い度数が魚に合うお酒。だけど変な話、煮付けなんか食べるときに飲んだら刺身とかは美味しいと思いますよ。僕が言いたかったことです。そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。これを使うた逆に料理が美味しいかも。ああ、なるほど。剣食べるか。おっと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 、まあ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 。まあまあまあ。本当ですか。まあまあ。え、日本酒初めてやんな。初めてです。これはだいたい3から4度ぐらいで、やかましいわ、やかましいわ、辛口なんで料理になります。もう一杯飲みます。もう一杯いけますよ。いやいや、いける。美味しいです。美味しい、はい、ほんまに言うてんの。美味しいです。あ、じゃあ残ってるのは初めて飲む人が美味しいなんか聞いたことないけど。あ、美味しいですか。美味しいです。じゃあいただきます。すごい商品。うわさすが天ノットです。やかましい。そうな、天ノットの味するんかいな。その激流を頑張って泳いだ筋肉のブリブリ感が、はい、コメントが上手になりましたね。本当ですか。お酒とどっちが美味しいですか。こっちです。これ中は炙りが入ってるのか。中はパイの炙り、炙りか湯引きか分かんないですね。運営長、これ中に入っとんは炙りですか。炙りですか。皮と身の間に油が乗っとるけん、それが美味しいのよ。油なかなかないですよね、こんだけ大量に。ないないですよね。どうぞ。皮のところが美味しいです。はい、言わせたんありますけど。まあでも実際うまいよね。はい、皮がコリッと。コリッと。はい。これほんまうまい。めっちゃ美味しいですよね。養殖マダイが多いんよ。養殖マダイもちろん美味しいよ。美味しいんやけど、やっぱ天然美味しいな。うまい言葉が出てこないけど、なんか多いかなと思ったけど、結構いけるぞ。意外とこれ一枚一枚を薄く切ってくれてるから、そういうことか。筋も残らないし、めっちゃ食べやすいです。観察感鋭いな。確かにサクサクいける感じ、はい。歯切れがいいですよね。どこでそんな言葉覚えたの。忘れました。全部食ったろかな。醤油ある。もうここに醤油置いてくれてるよ。あ、本当や。何でも聞いとけ。ウエンチョ、この醤油売れよんすか。何でも売れよるみたいな。なんかね、ケンちゃん、この組合はね、いろいろ工夫されとってね、はい、こういう、まあ、もう見てもらったら分かるように商品をね、こだわって作るように。だからまあ、宣伝部長にな、宣伝部長言ったらちょっとおこがましいけど、まあ、同じ島でね、こうやって漁師させてもらえるように、僕もお世話になったんで。で、ウエンチョ、これ実際、まあ、どの辺かな、あそこかな、ちょうどあそこに埋もっとったと思うんですけど、で海底にこれぐらいで、これ土辺に埋まっとるみたいな感じで、これぐらいまで、あやけんこれぐらいしか富士壺が入るのが、うん、でなんかさっき聞いたところによると、沈没船か、沈没船をイメージして、まあ、これも埋らすみたいな、そういうイメージなの、うん、こだわりがあるんですね。進んでますね、けんちゃん。腹減っとったみたいな。ほんで、これどこで買えますか。宮古漁協と能島水軍、はい、能島水軍行き機関、行き機関、まあ、この大島にある道の駅ですよね、はい、大三島の道の駅のたたらの前のことに、そう、4つ4つ販売が11月5日から受け渡しが5日、受け渡しが、まあ、4つの電話番号載せとくんで、ご購入いただけたらと思います。上出来やろ。そうですね、うまいっす。運営長がどんどん持ってきてくれるんですけど、大美高校の美術部がデザイン考えてくれた。かっこいい。あ、高校生が考えてくれたことです。これはな、カンカン焼きって言ったな、ここの名物らしいわ。できてそうじゃないですか、カンカン焼き。瀬戸貝食うか、せっかく取ったからな、はい、俺が取ったわけじゃないけどね。さあ、宴会の中、宴会が始まりましたけど、僕はね、これをね、これサラにして怒られるかな。怒られますよ、絶対。何でしょう、バレた、願ってしまった。
ちょっとぐらい食ってみる。はい。何してんすか。買いましたよ。買いました。瀬戸内ね、あんま食べることね、皆さん一般的に出回ってないと思うんで、はい、それでは経営みたいについてないか。経営ないですね。あ、のけたもんね、はい、あーでもついてるついてるついてる。わあ、こんな感じなんですね、うん、いやー至れり尽くせりですね。こんだけうまいもん食えるんやったら毎日 PR しに来てる。ありがとうございました。たらふくいただきましたんで写真で終わりますか。これもなんかまあ動画の落ちどころもないんで、たまにはそんな落ちでもいいんじゃないかな。じゃあ行きます。2人で行きます。行かせてもらいます。あ、まあ、お前もせっかくやけど。そうですか。ちょっと待って、お前、漁師やんやけど、漁師か。怖いな。あ、はい、